アウトリガーは、限外浮き材とも訳し、安定性を増し転覆を防止するために、限外に突き出して固定される浮きである。転じて、船舶に限らず、安定性を増すために側部に突き出した装備も意味する。元は、開示用語で、限外に突き出した装具全般を意味する。リグは偽装、装備の意味である。カルーのアウトリガーアウトリガーは、 船の偽装の一種であり、主船体から支柱によって側部に突き出された細長い小船体である。アウトリガーカヌーや小型ホブネなどにおいて元来不安定である単動の主船体を安定させるために用いられる。アウトリガーは主船体と平行に減塩を越えて側部に固定され、船体の転覆の可能性を現じさせる。船体の片方のみにアウトリガーが用いられる場合には、 アウトリガーの浮力が装着方向への転覆を防ぎ、アウトリガーの重さが反対方向への転覆を防ぐ。アウトリガーアウトリガーで車体を支持しているので車輪は浮いている建設機械のアウトリガーとは、クレーン車や高所作業車、コンクリートポンプ車などでアームを伸ばしたり物を釣ったりする際に車体横に張り出して設置させることで車体を安定させる装置である。 重心位置が大きく移動する。これらの車両でサスペンションスプリングやタイヤのたわみによる動揺を排除し実質的な低変調を増す目的で使用される。真横に張り出すものが多いが X 字になるように展開させるものもある。走行装置が無限軌道である車両でもアウトリガーが装備される場合がある。作業時はアームの伸長前に しっかり張り出して車体が水平になるように固定する。横方向への引き出しは手動、または油圧などの動力だが、多くの場合、設置させるための上下動作は動力である。転倒事故防止のため、これらの機械や車両の作業時にはアウトリガーを展開することが、日本の法令上で義務付けられている。軟弱地盤での作業や、アウトリガーに、大きな荷重がかかることが予想される場合、 設置面積を増し、面圧を下げ、地面の陥没を防ぐために後半を敷く必要がある。ほとんどのアウトリガーを装備したクレーン車両では、アウトリガーを展開させないという圧が、アーム部分にかからず、操作レバーを操作しても、大半の操作ができない安全装置が搭載されている。手前の人物が使用しているモノスキーのアウトリガーとは、障害者スポーツのチェアスキーで用いられる補助具である。 足の障害が重いクラスでストックの代わりに使用される。先端に小さなスキーが付いており、グリップ部分につけられた紐で角度を自在に調節できる。歩行等の際に杖としての使用も可能なようにできている。ありがとうございます。